こんにちは。今日は BTS のグクさんの好きな女性のタイプと恋愛傾向について鑑定してみます。以前グクさんの性格などを鑑定しましたけれども、今回は好きな女性のタイプ、そして恋愛傾向だけに特化してお送りします。まず好きな女性のタイプです。洗練されていて女性らしい、そして社交的で卒がない女性が好きです。誰に対しても愛想が良いような社交的な女性を好みます。また外見ではモデルさんのようなスタイリッシュな素敵な雰囲気の女性が好きですね。ですから簡単に言うと美人な女性が好きです。とは言っても美人といっても本当に完璧な美人でなくてはいけないということではなくて、美人風であれば良いという面もあります。ただ美人風というのも難しいですね。なぜなら美人風で常にいるためには、もう頭のてっぺんから足の先まで常におしゃれを気にする必要がありますし、とても自分に手をかけなければなりません。ですからグクさんの好みのタイプというのは自分に手をかけているおしゃれな女性とも言えると思います。連れて歩いて周りに自慢できるような、周りの人から称賛されるような、そのような女性を好みます。ですからファッションもとても大切になってきます。どうでもいいような服ですとか、流行を全く追っていないダサい服ですとか、そういうのを着ている女性は許せません。なぜなら自分に美的感覚があるので、洋服ですとか物にはこだわるんです。都会的な雰囲気の女性が好きですね。可愛いというよりも美人な感じで、都会的な雰囲気、服装も都会的、行動も洗練されている、雰囲気もどこか人形のような、人間臭さを感じさせないような、そのようなクールビューティーな女性を好みます。例えばこのような女性です。まずは黒木メイサさんです。これは注意点なんですけれども、彼が本当に黒木メイサさんを好きかどうかということではなくて、イメージとしてこのような女性が好きという例として挙げています。このような黒木メイサさんのような、いかにももう本当にモデルとしてスタイルも良く、顔ももともと美人系、そして髪も長くて女性らしさを感じさせる、やぼったくない、全くやぼったさを感じさせない、このようなスタイリッシュな女性を好みます。また次ですと桐谷美玲さんです。こちらの方は可愛いという印象があるかもしれませんが、よく見てみますと可愛いというよりも本当に美人です。顔が整っています。そして体型も細くて、もうモデルさん、もう本当に細めですね。やはり洋服を素敵に着こなすには細身でないと着こなせません。ですからどうしてもぽっちゃり系よりも細い女性が好きという、そのような傾向があります。次は松嶋菜々子さんです。この方はグクさんよりもだいぶ年上ですけれども、まさにこのような何を着ても似合う、何を着ても着こなしてしまう、そして背も高く、一緒に連れて歩いてみんなが振り返るような、このような女性を好きだと思います。次は外国人になりますが、ダイアナ・アグロンさんですね。読み方が間違っていたらすみません。グリーというテレビドラマに出ていました。このようなもう正統派の綺麗な人、誰が見ても綺麗と思う、美人と思うような、このような女性が好きです。先ほども言いましたように、外見が素敵なだけではなくて、おとなしくて黙っているというような感じではなく、誰とでも話ができる、そつなく周囲に溶け込めるような、そのような社交性がある方を好みます。ですからいくら美人でもおとなしくて影が薄いような人はそこまで好きではないんですね。ですからいくら元の顔が可愛くても、ファッションセンスのない女性、やぼったい女性には惹かれないと思います。逆に言うと、あまりもともと外見がパーフェクトでなくても、おしゃれでセンスが良いという自分を演出ができれば、彼に好かれるという、そういうことになります。彼の恋愛傾向ですが、このようにして厳しい目で女性を選んだ後は、きちんと女性を一途に誠実に愛します。すぐに心変わりしたりしません。
相手に対して深い愛を注ぎますし、相手からも徹底的に愛されたいと望みます。あっさりとした関係は望んでいません。相手から束縛もされたいですし、自分も束縛したいと思います。彼の恋愛傾向ですけれども、いくら素敵で理想的な女性が目の前にいたとしても、それが人の道に外れた恋愛ですとか、もう彼がいるそのような状態ですと積極的には行きません。道徳心があるのです。そして理想が高い割にはそこまで女性に対してガンガン行くかというと、そうでもないです。慎重に物事を進めます。慎重に計画的に女性に近づいて行きます。勢いで行動しません。女性と付き合うようになると結構まめに連絡をするタイプだと思います。そして彼女からも連絡がまめに欲しいと思っています。恋愛に対して自分がリードしたいと思っています。女性の方からグイグイと来られて女性のペースで進められるというのはあまり好きではないと思います。自分の書いたシナリオ通りに進めたいと思っている節があります。やはり計画的で慎重派ですので、この恋愛はうまくいくというふうに可能性が高く、成功の可能性が高くならないと動き出さないという傾向があります。ですから何事も慎重に進めますので、恋愛に達するまで、彼女ができるまで、告白するまでというのも時間がかかります。なので恋愛の傾向として多いパターンとしては、友達だったんだけれどもいつの間にか恋人になっていた、このようなパターンも多いかもしれません。まずは友人関係として彼の信頼を勝ち取り、その後徐々に彼女に昇格する、そのようなパターンが彼にとっても心地よいでしょう。しかしその友達になるにしても、やはり彼の望むような理想の女性、外見的な理想というのを満たす必要があります。そして結婚しましたら、真面目で浮気はしないような、とても誠実に相手を愛するタイプとなるでしょう。また仕事熱心で周りの人にとても気を使う性格です。仕事に対して完璧主義者ですので、やはり仕事でエネルギーを使い果たしてしまい、家ではまたは彼女の前では結構疲れたりしていますので、彼女はやはり彼を癒せるような、そんな存在であるととてもいいと思います。彼女とお付き合いをしてからもきちんとプレゼントをくれたりですとか、気を使ってくれる、そのような丁寧で優しい面があります。しかし彼女に対してはそこまで自由を与えないと思います。彼女の疑わしい行動ですとか、男友達と会ったりですとか、そういうのも許せないタイプだと思います。もちろん浮気も許せません。好きになった相手には結構じっと見つめたりですとか、分かりやすいところがあります。また好きな相手には連絡をまめにするので、連絡が全くないというような場合、または女性側からは連絡するけれども返事が遅いなどというのは可能性は薄いと思います。また先ほど好きな女性のタイプとして、綺麗でモデルさんのようなスタイリッシュな女性というふうに言いましたが、もちろん内面も見ています。ただ内面を見るのは後になります。まず外見で惹かれて、その後に内面を見るという、そのような順番になりますので、すぐに最初から内面を見ません。ですから彼に好かれるためには第一印象というものがとても大切になってきます。第一印象が良くなければもうそこで終わりです。第一印象が良い場合、そこから恋愛に発展することが可能となります。ではどのような第一印象で、どのような服装でしたら彼に好印象を与えることができるのかというのを見ていきます。このような女性らしいスカートですね。それもタイトスカートではなくて、まあタイトスカートでもいいんですけれども、女性らしさ、デート服のような、女性らしさを感じさせるデート服のようなものがいいと思います。そして足元はやはりヒールです。スニーカーなどではありません。あまり甘すぎない格好の方がいいと思います。こちらは適度に花柄で甘さを取り入れたコーディネートとなっています。色も原色すぎず派手すぎず、ふんわりとしたカラーなんですけれども、かといってやぼったくない、スタイルがよく見える、ウエストをちゃんと絞っていて、ウエストの細さ、スタイルの良さを強調できるようなファッションとなっています。ちょっとこちらは上級編なんですけれども、
これもスタイルがとてもよく見える女性らしいデート服として最適だと思います。ただここまでスカートの丈が短くない方がいいかもしれません。彼は保守的なのであまりにも短い丈のスカートですとか露出が激しい服というのはそこまで好まないと思いますし、一緒に連れて歩いて恥ずかしいと思ってしまいますので、スカートの丈や露出度などには注意です。しかし全体的に見てこのような女性らしいふんわりとしたデザインのリボンがついている、ボタンがついているブラウス、そしてウエストにシャツをインしてスタイルよく見せて、お尻のライン、ウエストのラインが綺麗に見えるこのような格好というのはとてもいいと思います。こちらもとてもシルエットが綺麗な服です。そして足元はヒール。まずこれがポイントですね。ヒールというのはやはり女性しか履けませんので、女性にしか着こなせない服というのが大切になってきます。また女性らしいシルエットということも大切になってきます。そんなわけで、西洋占星術に基づいて彼の好きな女性のタイプと恋愛傾向について勝手に語ってみました。真剣に鑑定はしております。しかしこのように鑑定してみて当たり前ですけれども、こんな世界的に人気のトップアイドルとはいえ人間なんだなと思いました。こちらで使用した女優さんの写真ですとかファッションの写真は説明欄にリンクを貼ってあります。以上です。ありがとうございました。